皆さんどうもこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。今回は昇級が導入されてある程度経ちましたので、ガチャについて話していきたいと思います。エンドコンテンツやアタッカー別の検証も一通り終わりましたので、ある程度の評価ができるかなというところです。今回の評価についてはアタッカー、サポーター、エンドコンテンツの視点でそれぞれまとめていきたいと思います。昇級自身がデバッファーということもあり、活躍具合ではガチャの判断が変わってきますからね。今から引こうと思っている方や迷っている方の参考になればと思いますので、最後まで見てもらえると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。それではまずアタッカーとの相性で考えた時について話していきたいと思います。まずアタッカーというところですが、読みについてですね。で、ガチャ判断としては読み強化ならぜひ欲しいというキャラとなっています。欲しい理由としては2つですね。まず残務獲得がとにかく楽というところです。昇級は全ての攻撃でデバフの付与が可能となっているだけではなく、必殺技の結界で敵のターンに照準を付与できるっていうのがあります。そのため敵のターンも残務獲得の機会が作れるっていうのが嬉しいポイントなんですよね。この効果は他のキャラではない性能となっていますので、読みの残務獲得を狙うのであれば欲しい性能となっています。特に読みの持ち公演数を持っていない場合は相性がさらに上がるっていうところですね。続いて2つ目、防御デバフで火力アップが狙えるっていうところです。最大で 35% の火ダメデバフを付与できるっていうところはありますが、結界の発動でさらに必殺技の余ダメも 15% アップするっていうのがあります。必殺技軸の弓と非常に相性がいいポイントとなってるんですよね。なのでなるべく必殺技を発動して残務を貯めつつ火ダメもアップさせるっていうのがとても相性がいいポイントとなります。弓視点で見た時の昇級に関してなんですが、弓の戦闘効率を飛躍的にアップさせる補助としては非常に優秀なところとなります。性能的にも弓とマッチしたものが多いので、弓メインなら欲しいキャラというところになりますね。続いて2人目のアタッカーを見ていきたいと思います。2人目はカフカっていうところですね。ただカフカに関しては条件ありっていうところになってます。まず1つ目、二突するのが前提というところです。昇級に関してはカフカのように持続ダメ自体の倍率はないようになってます。参照元として攻撃力のみとなっているんですよね。そのためダメージが出しにくくなっているっていうのがあります。ブラックスワンになれば総数を重ねるとダメージがアップしていくので、ブラックスワンともまた違った性能っていうところになるんですよね。そのため2突の持続倍率が付与される効果がないとダメージが出しづらいっていうのがありますので、カフカとかのイメージで引いてしまうとダメージがなかなか出ないっていうことがあります。このあたりがカフカを採用して照準を起爆してもなかなかダメージが稼げないっていうのにつながる部分となります。続いて2つ目、ルヴァンよりも劣るっていうところです。昇級に関してはデバフの面では非常に優秀なキャラとなってます。ですがルヴァンの防御力無視などいろいろ考慮すると、優先度としてはルヴァンを抜くまではないっていうのが現状になるんですよね。ただし二突をしていればダメージが出せますので、ルヴァンなしでもそれなりに火力は貢献できるかなっていうところはあるんですが、無突無持ちの場合はルヴァンよりも劣ってしまうっていうところになります。昇級に関してはカフカと合わせたいっていうところはもちろんあるんですが、そもそも昇進のダメージがそこまで高くないっていうのがあります。先ほど話した持続ダメージ自体の倍率がないっていうところです。なので他の持続キャラよりもダメージが劣るっていうのがありますので、二突をして持続ダメージ倍率をつけてダメージを上げないと採用がしづらいっていうところがあります。使えなくもないんですが最適ではないっていう感じですね。ですがカフカに関しては読みに続いて最適なアタッカーとなってますので、合わなくはないっていうところです。3つ目に関しては他との相性について話していきたいと思います。正直他との相性に関しては厳しいかなっていうところですね。ただこちらに関しては2つ話があります。まず1つ目、他の編成には入れづらいっていうところですね。まず入れづらい理由っていうところを話していきたいんですけど、まあ現在だとアタッカーの適性は読みとカフカだけっていうのがあります。まあ相性がマッチしてるかどうかっていうところですね。なので編成幅は昇級自体とても狭くなっています。その他に他のアタッカーを見た時なんですが、デバッファーの採用っていうのが現在はそんなにいないんですよね。ペラとかを参考にするといいんですが、読みくらいしかいない状況となってます。なので他と組ませるってなった時にどうしても相性的に厳しくなる、または優先度が低くなるっていうのがあります。ただし相性がいいキャラっていうのももちろんいます。それが続いてです。霊将と相性が良くなっています。
長期のデバフの付与っていうのは非常に強力なんですが、この点を考えてみると名称との相性は非常にいいところとなります。名称に関してはデバフがついている敵に対して効果を発揮する能力がありますからね。なので正気を採用すればデバフの数を簡単に稼げるっていうのがありますので、名称入りの追加攻撃編成ととても相性がいいところとなります。長期について改めてアタッカー全体と考えてみると、デバッファーの活躍が限られているのと、ルアンの性能が高すぎて穴埋め的な役割っていうところになります。なのでルアンが入りづらい読みとかと合わせるのが一番いいところっていうのがあるんですよね。そもそもルアンが最適が多すぎるので、ルアンが入りづらいところで活躍させるのがいいかと思います。ってことは現状としては読みっていうところになりますね。続いてサポーターの海視点で考えた時でいきたいと思います。こちらに関してはルヴァンがいないならありっていうところになりますね。まずポイント一つ目ですが、火力アップには十分な性能というところです。長級に関してはデバフの効果が高いっていうのがありますので、基本的にはアタッカーと組ませるだけでそれなりに火力が稼ぎやすくなってます。ただし最適っていうところを除いてですね。なので枠に余裕があるなら炎の人生削り担当として入れていくっていう使い方で十分なサポーターとして活躍はできます。ただルアンとかああいうのと比べると難しいっていうところですね。続いて2つ目のポイントです。撃破編成など穴埋め役として活躍ができるっていうところです。長級に関しては炎属性っていうこともあり、蛍編成とも実は組みやすくなっています。撃破特攻に防御もダメージ計算で含まれますので、長級のデバフ効果と相性がいいんですよね。ただしルアンよりかはどうしてもダメージが劣る部分っていうのはありますが、それに近い性能を発揮することができますので、意外と蛍編成だったりとか相性が良くなっています。こちらに関しては裏庭でも試してみましたが、ルアンの代わりに昇級を入れてもクリア自体は問題なしというところです。ただターンとしてはルアン入りの方が早いっていうのはありましたね。昇級に関してはサポーターとしては優秀なキャラっていうのはあります。ただ周りが強すぎるっていうのがあるんですよね。なので最適で選ばなければ合わせやすいのが特徴というところですね。このあたりはペラに似た要素かなと思います。またホタルの撃破編成も先ほど話しましたが、ダメージ自体は近い数値を出せますので、ルアンがゲットできてないとかいう人にとってはいいキャラかなと思います。それでは続いてエンドコンテンツ攻略で考えた時についてです。まず昇級に関してですが、クリア貢献はできる性能となっています。性能的に全体の火力アップを促す性能となっているため、高難度でも活躍は十分期待できるんですよね。正直 HP が高すぎたり硬すぎるっていう敵が多いですからね。また弓と組ませることができれば片方のチームは確実にクリアが狙えるっていうのも嬉しいところになります。適応力としては裏には虚構女児、末尾、どれでも使用が可能なキャラではありますので、汎用性も高くいいキャラかなと思います。本当クリア目的だけならいいかなというところですね。ですが注意点もあります。耐久面の確保が大事っていうところですね。昇級の育成に関しては攻撃力ガンブリのキャラとなるため、耐久値を高めるのが非常に大事っていうところになります。本当脆いなっていうところがありますね。なので倒れてしまうとデバフ効率がガクッと下がってしまいますので、防御力などはしっかり上げていくっていうのが重要となります。エンドコンテンツでの昇級に関しては高耐久ほどダメージを稼ぎやすくなるサポートができるため非常に相性がいいというところになります。ダメージソースとしてはちょっと微妙なところはありますが、味方の火力を単純に上げるという意味では強いですね。なのでエンドコンテンツどれでも使っていて卒なくこなせるという感じでした。ただし最適編成が組めない限り最短クリアとかそういったものができないところがありますので、あくまでクリア目的というところになりますね。それでは各項目のガチャのおすすめ度について話していきたいと思います。今回はおすすめ度を星で表したものを入れています。それではやっていきましょう。まずキャラ相性で見た時のおすすめ度というところですが、星4つとなってます。予備の編成強化目的であればありっていうところです。本当これ目的で引くっていうところですね。まあ、ある程度編成を試したりとかいうのをしてきたんですが、キャラが揃っている人ほど予備での運用が固まってきてるってところがありますね。逆にキャラが不足していると穴埋めとして優秀なところはあります。まあ、デバッファーとしては十分強いですからね。そのため基本は弓の強化要因としてガチャを引くことを優先しつつ、キャラ不足で編成にも困っている人は穴埋めとして獲得するのがいいのかなと思います。
特にムアを持っていない場合はデバフキャラっていうのがそこまでいませんので、超級はその穴埋めとしては十分なのかなと思います。続いてエンドコンテンツ攻略でのおすすめ度についてです。こちらの視点で考えた時のおすすめ度は2となります。適正自体はあるんですが、エンドコンテンツ目的は一旦待つっていうところですね。まあ、昇級に関しては性能的にアタッカー依存度が非常に高くなってます。途中でアタッカーの紹介しましたが、読みかカフかっていうところでしたよね。特に読みで採用しない場合はエンドコンテンツで最短クリアとかサポートとしては物足りなさを感じるっていうのが正直あります。カフカ編成とかも試しますが、ちょっとやっぱ足りないなと思いますね。なのでアタッカー不足でガチャを考えている場合は一旦引くのは待つのをおすすめします。そこで考えてみて引いてもいいかなってものであれば引くのはありかなっていうぐらいですね。それでは最後です。個人的なおすすめ度について話していきたいと思います。個人的には星2というところですね。まあ、最適編成が組めるならありっていうところなんですが、それ以外は待ちっていう感じになります。まあ、読みの実装とかもされたばっかりで復刻がいつ来るかわからないので、こういった点も入れて星2としています。長期に関しては実装からずっと使い続けていますが、編成の幅が非常に狭いキャラだなと思ってますね。ある程度固まってるっていうのがあります。そのため汎用性が低くなりますので、読みの適性が組めないならあまりおすすめはできないキャラとなっています。まあ、読みが来るのを待って引くっていうのも一つの候補ではあるんですけど、まあ、今読みをすでに持っててアベンチュリンも持っててデバフキャラ欲しいなで引くっていうのならいいんですが、やっぱ順序としては先に揃えるっていうのは難しいかなと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画をアップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。